だからやめられない「釣り師山ちゃん」世の中には釣吉と呼ばれたりまた自らそう名乗る人間がたくさんいるその釣吉でも釣吉三平は模範的釣吉であろう「その三平くらい腕が上がれば」と思う人はここに登場する山ちゃんも同様だ。 が、その反対の最たるものが浜ちゃんであろう。その孔子混同ぶりは半端ではなく、仮に実在の人間なら当の昔にリストラ、肩たたきをされているはずである。映画だから受けるが、実在はありえないだろう。しかし浜ちゃんほどではなくとも、釣りを愛している人はたくさんいる。 さて、山ちゃんこと山崎文彦もどちらかというと釣り基地の部類に入る人間である。年はまさに中年の真っただ中。50歳になったばかりである。山ちゃんの釣り歴はさほど長くない。子供の頃にも釣りの真似事をした経験はあるが、それは早やうぐいを釣ったくらいで、その道具といえば 近くの山から竹を切ってきて枝を払って作った「竿に「手ぐす」今から40年ほど前は釣り糸を「手ぐす」と呼んでいたをつけて針は何でも曲がっていればよく餌はご飯粒かせいぜいおごって丸葉のソーセージかちくわだったでもソーセージもちくわも餌にするよりも自分で食ってしまうことの方が多かった。 それらの魚はたくさん釣れるが食うことはしなかったはやもうぐいも骨っぽいのでうまくない生まれ故郷の群馬県の田舎は埼玉県の秩父の山向こうの山が多いところだった清流が多いので山メやイワナがたくさんいたそれら山メやイワナは簡単には釣れなかったましてや10歳になるかどうかの少年には とても釣れる魚ではなかったそこで簡単に釣れるハヤやウグイを釣って遊んでいたつまり遊びで釣りをしていた小学から中学の初めまでの期間に釣りをした程度だった釣って食うことはそもそもの目的ではなかった彼が少年の頃に食った魚といえば1本10円のサンマがほとんどであった。 この魚はよく食ったというよりは食わされたヤマメやイワナがおかずになることもなく刺身などはお正月以外には食った覚えがない大人になってから気がついたことだが子どもの頃刺身などを食えなかったから今は刺身が好きだという人間復讐型人間がいるかと思えば食ってないから今も空気がしない という人間、無関心型人間に分かれる山ちゃんは後者である彼はほとんど刺身に興味を示さないお付き合いで寿司屋に行くことがあってもいくらウニ等は見向きもしない食うのはサバマグロの赤身ハマチなどがほとんどだ安くできているしそれに量もあまり食わない 寿司、刺身よりは芋の煮っころがしの方が好きだその中に一切れの豚肉丼が入っていれば文句は言わないそのような山ちゃんの釣りが本格的に始まったのは34歳の頃からだったその場所はアメリカはニュージャージー州だった34歳でニュージャージーに転勤になったが ニュージャージーの前はタイのバンコックに4年ほど駐在していた南洋でも釣りのチャンスはあったが熱帯、ね、魚釣っても面白くもおかしくもないというのがヤマちゃんの口癖だったそれに食えない魚または食わない魚を釣るのは無用の殺生であって決して良いことではないと考えていた 10歳の子どもの自分にはそのような生類憐れみの感情はなかった熱帯魚は観賞魚という考えもあったしたがってタイ時代はもっぱらゴルフをしていた4年ほどゴルフをしたが100を切るスコアを出した覚えはいくらもなかったちょうどゴルフに限界を感じていた頃にアメリカに転勤になったわけである。 それでもゴルフの本場のアメリカに転勤になったので最初の1年ほどは毎週と言ってよいほどゴルフをしていたもともと大したスコアを出せる腕は持ち合わせていなかったのでカートでできるゴルフは楽しかったドライブの延長的気分でカートに乗っていた腕は全く上がらなかったゴルフは相手がいないとできないスポーツである 一人や二人で行って他の組と合流するのは全く気が進まなかった多少気を使う必要もあったからだ100を切れない腕の場合は仲間の都合がつかない時はどうしたか釣りでもしてみるかと考えて釣り具屋に行った釣り具屋でいろいろと情報収集をしたり 釣りのレンタルビデオを借りたり、本を買ったりして情報収集を始めた。ニュージャージーで釣りのできる川はどことどこ、海では何が釣れるか、などなどいろいろと研究した。川の釣りは場所が近いし、手軽にできるので時たま釣りに行くことになった。ある年の秋口に本社の上司が出張でニュージャージーに来た。 その上司は無類の釣り好きで社内では誰もが知る存在であったいわば社内の知名度では浜ちゃんに近い存在だったが日曜釣り師の一線を越えることはなかっただからリストラも肩たたきも無縁であったガキの頃を思い出しながらその上司に釣り談義をホテルのロビー内の喫茶店で聞いていた ニュージャージーでも釣りはできんのではないかと上司が聞いた「近くにトラウトが釣れる川はあります」と山ちゃんが答えた上司はあまり興味はない様子であった彼の専門ははやの数釣りであったもちろん山メも伊豆や丹沢の山へ行ってやっていた釣りにもいろいろと種類がある淡水魚で言えば 釣り味も釣りの難易度も食味も見てくれもナンバーワンと言われるのはヤマメやイワナである次はアユであろうこの3種類の魚をターゲットにする釣りをするにはとにかく金がいるのであるヤマメやイワナは遠征費がバカにならない近年は東京の近郊ではまず釣れない養殖ものも あるにはあるが、それでも渓流日も考慮すると、北関東、東北と遠征しなければならなくなる。次はあゆ。これは道具がバカにならない。一本十万円の竿など珍しくもない。みな惜しげもなく金を使っている。金を使うことは長家に比例するなら良いのだが、以上の釣りは伝統的な日本の釣り。 つまりり竿と糸の釣りである。リールは使わない釣りだ近年欧米風の釣りが流行っているリールを使う釣りだその代表例はブラックバスの釣りになるだろう同格でフライフィッシングがあるブラックバスは東京の近郊で十分釣りができる代表例は霞ヶ浦がある近いのが便利 箱根の足の子も人気がある場所だ。道具はディールと竿とルアー各種。道具もさほど金が要らず、遠征もいらないのが特徴だ。だから流行る。が、この魚を食う人はまずいない。ルアーで釣る楽しみと、その童貌な性格から来る当たりと引きが面白いのである。 このバス釣りがいろいろと問題を抱えている。もともと北アメリカ産の魚であったが食糧難の時代に輸入されたという説が一般的だ。釣りの行為自体が問題ではないがこの魚をあちこちの川に放流する者がいたのである。近くで釣りたいという利己的考えからだと言われているが それが現在ではの問題猛な,な性格と退職感から在来の日本固有の魚をむさぼり食うためにかなりの被害が出始めており日本の河川の生態系を脅かしていると言われているある時は釣り人と住民の間で争いも起こっている。 釣りをする人間の全部が問題ではないのは言うまでもないことだがその魚を自分の住居の近くの川に放す不心得者がいたため問題になっているのだ海では磯釣りで大量のコマセをまくことから磯焼けという海洋汚染が問題視されている一回の調行でオキアミを5キロも10キロも海にまく 当然、大半は食い残されて、磯や海底に沈殿する。それが腐敗し、微生物に分解されるのだが、それまでの間に磯ではいろいろな影響が出てしまう。次にフライフィッシングがあるが、これはファッション性がある。釣る魚はヤマメやイワナが第一の目的だ。マスもその代表的ターゲットとなる魚である。 ファッション性があって釣る魚は山メや岩ナとなれば文句のない釣りとなるそれが人気の理由でもある特にルアーフィッシングもフライフィッシングも餌がいらないミミズをつかめない女性でも釣りが楽しめるのが最大の利点であるだからますます人気が出る変わったところで天から釣りがある これは伝統的な日本の釣り竿と糸の釣りであるが生き餌は使わず擬似エ、フライを使う釣りである対象魚はヤマメとイワナがほとんどであるいわば和洋折衷とも言えるがもともと日本にあった釣りの形態である天から釣りの名人ともなると針がなくても魚が釣れるという。 まさかフライの材料となるものには鹿の毛や鳥の羽アヒルクジャクキジなどいろいろを使うが鹿の毛を使った部分に魚の歯が引っかかりそれで釣り上げるのだそうだ一度テレビで見たことがあるまあまぐれで釣れたのだろうけどさてトラウトに話を戻すことにしよう。 トラウトはどちらかというと初心者向きの魚であるもっともヤマメやイワナと比較した場合の話だがだからベテランの上司がトラウトに興味を示すはずはなかったアメリカではベテランというと一般的に退役軍人のことだが日本では熟練者という意味で使われることがほとんどである。 だからアメリカでは彼は釣りのベテランだなどとは言わない方が良い釣りの退役軍人になってしまうつまり釣りをやめた人聞いたアメリカ人はちんぷんかんぷんになる山ちゃんの上司は退役軍人ではなかったが戦中派ではあったカナダバンクーバーで中学時代を過ごしたそうである。 近くくなので教えてくださいよ、場所に案内しますからと山ちゃんはねった休みの日だったので特に何をするという予定もなかったので上司も「そうするか」と答えたホテルを出てすぐ釣り上に向かったそこで上司は釣り道具一式買った竿は以前に山ちゃんが上司に日本から送ってもらったのがあったので それを使うことにしたが長靴は2人分必要である山ちゃんは持っていたが予備までは持っていなかったので上司は新しいのを買った長靴といっても普通のゴム長靴のことではない釣り専用のヒップブーツと呼ばれるもので値段も80ドルくらいしたただの長靴ではないのだその長靴は内部に断熱加工がしてあり 冬の川に何時間入っていても全く冷たくならない優れものである場所はニュージャージーの最北端バーゲン郡とニューヨーク州の州境に流れているラマポーリバーであったそこは山ちゃんのホームグラウンドでもあったみちみち秋の紅葉が道路の両側に彩りを添えていた赤色が乏しい紅葉だね と上司が言った確かにこの界隈の紅葉は黄色が目立つのが特色だった現場に着いたまさかそんなところにと山ちゃんが思う場所にサーモンエッグをつけた針を振り込む一般的にサーモンエッグといえばイクラのことだがここでいうものはイクラではなくサーモンエッグを釣り餌用に加工して 瓶詰めにして売っているものであると途端に当たり合わせるぐぐという手応えがわかる10インチのレインボートラウトが釣れた「へえそんなところにいるんですか」山ちゃんはあっきに取られた山ちゃんの考えもしないところにトラウトはいたさすが退役軍人いや熟練者だ山ちゃんは上司が 次から次へと釣り上げるのを見てただ驚いていた。こりゃ奥が深い。最近よく言われる言葉だが奥が深いかどうかは奥を知っている人間の言うことであって、初心者が奥が深いなどと言っているのを聞くと笑ってしまう。深いかどうかもわからない初心者に言える言葉ではなかろう。 その時の時山ちゃんは言うまでもなく「奥が深い」などと言えるレベルではなかったただ「どうしてだ」と考えるのが精一杯だったその後時は経過して17年が経とうとしている現在になって山ちゃんも「奥が深い」と言えるレベルになった年最低30回17年で500回を超える釣りをしての話である。 1> 月1回くらいの釣りをしている人なら42年間分の兆候に匹敵するがまだ奥は見えないだから奥が深いと言えるのだ上司が帰国して以来山ちゃんはレンタルビデオ釣り雑誌を借り買いあさった研究をするためである何の研究かいかにたくさん釣るか がそのの目的の第一歩だったたくさんの釣るには魚のいる場所を見極めることが先決となる人間の目では川の中まで見ることはできない川の中が見えなければ川の表面を見て想像するといった上司の言葉が耳にこびりついている魚がいそうもないところで釣りをしている人が結構たくさんいる。 水があれば魚がいると勘違いしている人が多いのである一般的に小さい魚は浅瀬大きい魚は深みにいることが多いではその浅瀬とは水深がどのくらいの深さを言い深みとはどのくらいの深さを言うかこれが難しいのであるこれがわからないと魚は釣れない水深5 0ンチで深い と言える川もあれば、1メートルでも浅いと言わなければならない川もある。結論を先に言うが、魚は浅いところの方が深いところよりたくさんいると考えるべきである。それはなぜか。深みには餌がないからである。だから魚は深みにはたくさんいないことになる。 淡水魚の餌はアユを除いて水生昆虫であるこの際ヤモちゃんにとってはどうでもよい鯉やフナやナマズなどは考慮に入れないまたブラックバスの類は小魚陸生生物のネズミカエルなども餌にするが主食は小魚であるその小魚も水生昆虫類を餌としているので 水生昆虫がいないところにはブラックバスもいないことになるさてその水生昆虫の餌は何であろうかそれらが餌とするのはほとんどが植物性プランクトンであり動物性プランクトンでもある川底の石に付着するモノ類であったり朽ちた木々の落ち葉や微生物であったりする藻は川底で光合成をして育つので 日光が程よく差し込む浅瀬でないと育たないのである朽ちた木々の葉などは川底の深みにも堆積するが水生昆虫も暗黒に近い深みよりは光の届く浅瀬の方がより多い餌が多ければ魚も多いのであるつまりたくさんの魚が生息できることになる。 だから深みには魚がたくさんたまっているだろうと考えるのは尊敬だむしろアサバこそより多くの魚がいると考えるべきであるしかしアサバでは魚は常に天敵の危険ににささられるることになる動物には本能という機能が備わっていて天敵に関する情報は DNA に組み込まれているので 自然とその天敵に対する警戒心が発生する。人間でも本能だけで生きているような粗暴な性格のものがたくさんいるが全人口に占める割合は大したことはないと思うが人間以外の動物では魚を含めて本能で生きているものがほとんどだと山ちゃんは考えている。では天敵に怯えるまたは 警戒ををする魚は浅瀬で餌を食っていてい危険はないのだろうか。危険は常にあるいつトンビやタカやワシやサギに狙われるかもしれないのだ魚はそのような天敵に備えるため常に避難場所が必要になるそれは川で言えば川底の石岩倒木などである危険を察したら 即そこに避難することができる場所が魚の住む場所なのであるこれは大型魚の餌となる小魚にも当てはまるヤマメやイワナやトラウトが好んで住む場所は1日光が程よく差し込む水深水の透明度にもよるが10から50センチくらいの深さ2水生昆虫が多く住む場所 水深10から30センチぐらいの深さで小石が川底にたくさんある場所3魚の避難場所がすぐ近くにある場所小石のみならず岩も点在する川底の3条件が必要となる川底が泥や砂地の場合は魚はいないと思うべきである水深の深いところには泥や砂はたまるがその 地では水生昆虫の発生が少ないため住む魚も少ないと考えた方が良いしかし例外もある水生昆虫を主食としないまたはできない大型の魚は小魚を餌とするが普段は縁の深みに潜んでいて深みと浅場を往復して小魚を捕らえて食うのである深みでずっと生息しているわけではない 真冬の川は朝晩ほど水温が低くなり真夏は逆に水温が上がってしまうどちらに偏っても魚にとっては快適な生息環境ではないそのため深みに移動することがあるヤマメの生息適温は摂氏10度イワナは8度くらいトラウトの場合はブラウントラウトで10度から14度。 ブルックトラウトが10度から16度レインボートラウトは10度から18度ぐらいが適水温であると言われている。る適水温を5度 C ほど上回とと死ぬと言われているしかし低温域ではほとんどの場合死ぬことはない冬眠に近い状態でじっと動かずにいる場合が多い。 捕食活動は極端に低下するから釣れなくなる。春と秋に魚類が活発に活動するのはその時期の水温が一番快適環境に近いためでもある山ちゃんの住むニュージャージー州ではヤマメもアユもイワナもいないいるのはトラウト3兄弟であるブラウントラウトブルックトラウトレインボートラウト 他のゲ道が数種いるにはいるが、ニューヨーク州やペンシルバニア州には結構山があるが、ニュージャージーには高い山はほとんどない。最高の標高が400メートルくらいである。あのワールドトレードセンターの高さと同じだ。ほとんどの川は平地を流れているので、夏場はトラウト三兄弟にとっては試練の時となる。 一番高水温まで生息が可能なレインボートラウトの一部全部ではないを除いてニュージャージーではトラウトは夏場を通して生きられないと言われている自然繁殖は考えられていないのであるそのためニュージャージーではトラウトの全量を養殖で賄っている自然繁殖がないなら禁漁期の設定も必要ない 禁料期は魚のの繁殖を助けるる意味でで設定されているのが前提であるからだ。でも毎年3月中旬から4月の初めにかけて養殖されたトラウトを河川に放流する3週間の間は禁漁としている前述の3要素を頭に叩き込んでから釣りに行くことになる深ければいるってもんじゃないということが一番のポイントである。 このようにして山ちゃんの渓流釣りは磨かれていった。春でも、夏でも、秋でも、冬でも釣りに行くと必ずトラウトを制限数釣って帰った。制限数とは資源保護、乱獲防止の観点から一人が一日に釣って持ち帰ることのできる数量を決めているのである。放流直後の春は6匹まで。 夏場秋冬は一日の制限数は4匹と決められている毎週毎週トラウトを食わされる家族はたまらずある時から「もう魚は釣るのは結構でもうちに持ち込まないで」と言われるまでになったあそういわばトラウトはいつでも釣れるという領域に入ったことになる一応食うための釣りということでは 奥は深かったが、それが見えたということになった。その後はキャッチアンドリリースが始まった。食うための釣りとしては、制限数が一応の目的であったが、キャッチアンドリリースと考え方を変えた途端に、また奥が深くなった。つまり、キャッチアンドリリースでは制限数がないのだ。制限数がないと、何匹を目的とするかが問題となる。 無限大が目的ではいつまでたっても目的の達成は不可能であるだから奥が深いとも言えるがそれよりも無限大を釣ろうなんて欲が深いと言うべきであろう無限大が目標であっても1日の超過の最高は25匹だったニューヨークのキャッツキルのエソパスクリークで釣りをした時のことである ニュージャージジャでの最高は19匹だったと覚えている。最近は無限大という発想をやめて人が釣れなかった場所で釣る周りの人より1匹でも多く釣ることが目標となっているこの方が目標が分かりやすくまた満足度も上がるというものであるそのように目標を変えてから釣りがより楽しくなった。 トラウト釣りはフライフィッシングとルアーフィッシングはそれぞれのフライやルアーを使うのはご存知の通り。り山ちゃんの好きな餌釣りの場合は一番一般的なのがミミズだ次がいわゆるサーモンエッグと呼ばれるサーモンの卵を加工したものだだがどう見てもその卵はパチンコ玉ぐらいの大きさがありサーモンの卵には見えない どうやって作るのかもかもわらないそのサーモンエッグにもいろいろな味付けがしてありチーズ味エビ味ガーリックニンニク味などがある味付けをしていないそのままのものもあるこれらは瓶詰めにして売られているあるいは練り絵もあるバークレーという会社が作っているこれも各種味付けがしてある。 最後の生き餌としてはミミズ以外に効果抜群なのがバターワームと言われている何かの幼虫である。何かはわからないがイモムシのようでもある。色は黄色からオレンジ色に近い色をしている。バターワームとは言うがチーズの色をしている。これは百発百中の弾丸と言ってよいと思う。とにかく効き目は抜群である。 どこでも売っているものではなく、州立トラウトの養殖場があるハケッツタウンの釣具店で売っているのをヤちゃんは買っている。この虫は春から夏にかけて以外は売っていない。ハエの幼虫であるサシムシはニュージャージーでは使われていない。売っているのを見たことがない。トラウトはかなりの悪食きで何でも食おうと思ってよい。 前述の餌以外にも子供のお菓子であるマシュマロも餌になると本に書いてあり缶詰のコーントウモロコシも餌として認知されているタバコの吸い殻のフィルターが腹から出てくることもあるそうだ間違えて飲んでしまったものか餌と確信して食ったものかはわからないタバコを吸う山ちゃんには耳の痛い話である何を考えて食っているのか理解に苦しむ アメリカ人にとっての一番一般的なのはミミズであろうそれを針につけておもりはパチンコ玉ぐらいのをつけてドボンと投げ込むのが彼らの釣りであるそしてリールで巻きながら様子を見る釣りだ無限大の目標が人よりたくさん釣るという目標に変わったとはいえ数が問題となる山ちゃんの釣りは今でも効果大といえる餌釣りが主体である フライフィッシングもたまにはするがルアー釣りはほとんどしないそれにトラウト以外の魚も釣ろうとしないその理由は食えない魚は釣らない食わない魚は釣らないという考えが根底にあるからだだから空気のしない他の魚は釣りの対象とならないはっきりしているのである結構満足のいく釣りをしていた。 ある時釣りをしない友人が言った。「海で釣りをしないの釣った魚をその場で刺身にして食おうよ」と「刺身を食うだけでも白い目で見られている日本人がましてや海で釣った魚をその場で刺身にして食っているところなどアメリカ人に見られたら東洋の恥さらしと思われるよ」と答えた。 人に連れて自分はその場で刺身を食おうなどととんでもない発想だなこいつと思ったが待てよと考えたのはそのあとだった海釣りりの始まり編そういえば海釣りはしていないな気が付くのにいささか遅い感じもするが海のない県で育った 山ちゃんに海釣りもやってみるかと考えるようになった釣りをしない彼は明日にでも刺身が食いたいらしかったではこれから緊急をするから時間をくれということになった調べるとは言っても簡単ではないそれまで顔の釣りばかりをしていた山ちゃんが通っていたのは近所の釣り具屋ばかりであった ニュージャージーでもヤムちゃんが住んでいる場所バーゲン郡は海からはかなり離れている1 0 0ほどはあるしたがって近所の釣り具屋も取り扱っている小道具は川釣り用がほとんどであった少ないハウツーものの本の中からいくつか海釣りに関するものを探し出して買ったふむふむ海釣りはこうするのか 山ちゃんは日本にいた時も海釣りはしたことがなかった読んだり見たりしていくうちにいろいろなことが分かってきたサンマの話もなければタイアジメジナクロダイイシダイなど日本で人気のある釣りの対象魚がここにはほとんどいないことが分かった無理もない東北青森県に匹敵するほど北にあるニュージャージーやニューヨークではた。 暖流域に生息する魚のほとんどがいないことが判明したということは青森以北にいる魚はいることになる時期の問題もあるがニシン、カレー、タラなどがその代表例となるそんなことを思いながら読んでいくうちにブラックフィッシュという魚がこの界隈ニュージャージーニューヨークでは最もポピュラーな魚であることもわかった 日本にはその魚の兄弟分はいないが姿形はメジナとかブダイとかに似ていそうな気もする見方を変えるとタイに似ていなくもないがその口はかなり分厚くできている歯が数本ずつ顎の上下に生えている見てくれは決して良くない。しかし見てくれに似合わず主食はカニ生息域は岩礁タイ 肉は白身肉質はコシがあり焼いても刺身でも煮つけでも天ぷらでも食えるオールマイティーな魚と後で分かった偶然かどうか分からないが海で刺身を食おうと言っていた人間もそのことを言っていた多分誰かに聞いたのであろう自分で知る由もない人間だからなぜなら釣りのつの字を知らない 人間なのださてではどこにいるかと調べが始まったニュージャージーの地図を買ってきていろいろと調べてみるも岩帯がないのであるつまり磯がないニュージャージーのコーストライン海岸線は南のデラウェア州からニュージャージー州を通りニューヨーク州に入るまで約 200km ほどあるが そのすべてが白砂の砂浜なのである。九十九里という浜がどこかの県にあったが、九十九里といえばける4で 396km ということになるが、あれは全くの嘘か冗談である。6 0キロちょっとであるそうだ。3 9 6キロもないのは調べなくてもわかる。しかしニュージャージーの 200km は本物だ。 しかも磯が全くないのだこれでは魚はいないいても砂浜に住むキスとかコチとかヒラメくらいのものだろうと考えざるを得なかったではどうやって釣っているのかといえば乗り合い線で沖に出て釣っているらしいことが次に分かった「磯釣りなら面白いだろうが」と山ちゃんには乗り合い線に乗る気はなかった。 沖に出れば岩礁があるのかと思いたくなる調べていくうちに大陸棚まで岩礁がないことも次第に分かってきたつまり岩礁がないので人工魚礁を作っているのだ古くなった船艦、輸送船その他ビルを解体したコンクリート貝コンクリートの塊や鉄骨をはじめ 何でもかんでも人工魚礁を作る目的で海中投棄していることが分かった。とはいえ海をゴミ捨て場にしているわけではない一応計画的に実施しているのである紙や空き缶生ゴミプラスチックなどいわゆるゴミを捨てているのとはわけが違うのである。したがってそれらの人工魚礁には各種魚類が生息するようになる。 が、山ちゃんには遠い存在に思えた。さらに色々と調べていくうちに、ニュージャージーでは、ブラックフィッシュはジェティーでも釣れる、ということが分かってきた。地図で比較的有名な釣りのポイントとなっている街を探して、そこに行くことにした。ジェティーとは日本でいうところの昇華ブロックと同じ役目をしているものであるが、 ニュージャージーのそれは砂浜から海に直角に80から100メートルほどの石垣石垣の上部は平らに作ってあるを組んだもので消波ブロック代わりになっている日本の消波ブロックは港周辺に構築されるケースがほとんどであるがここニュージャージーでは港は全く関係ない。 海水浴ができる砂浜に100から200メートル沖きにそのようなジェティが作られている多分小波というよりも砂の流出を防ぐのがその目的のようにも思える遠浅の海で、ね、砂の流出など心配ないだろうという声もあるだろうがこの辺りでは海岸線ギリギリまで家を建てているのと海岸線の護岸工事などは ほとんど実施されていないので砂が流出して海岸線が湯に近づいた時点でハリケーンでも来ようものなら簡単に家を流されてしまうことになる日本では川の増水で家を流されることはあっても台風で家が海に流されるケースはほとんどないアメリカは逆である逆はまだある ノコギリは日本では手前に引っ張るときに切るが、アメリカでは向こうに押すときに切るのである。こんなのは誰でも知っていることであろう。書かなければよかったかなと思うが。ジェティを構成する石、岩は小さいものでも1メートル間近くほどあり、大きいものでは2メートル間近く以上もある。それが魚にしてみれば岩礁、磯と思えるのである。 普通の磯と比較して大きく異なるのは水深の点だ。遠浅の砂浜に作ってあるので1 0 0メートルほど沖に突き出てはいてもその突端は水深は3メートルほどにしかならないしかも突端に出て釣りをすることはかなりの危険を伴う日本の港にあるようなコンクリートで作った 普通の波ならしぶきをかぶることなく釣りができるような構造になっておらず、また、石垣を組んでいるだけなので足場が悪いし、いつも波しぶきをかぶっているので、もが表面を覆っているのである。つまり滑る。風や大波でバランスを崩せば、岩の間に落ち込むか海に落ちることになる。 幸いサメはいないので人間が餌になることはない突端には行けずその途中の部分で釣りをすることになるが途中では水深も2メートルだったり1 5メートルほどだったりするのでブラックフィッシュはいても小物ばかりなのである釣ってその場で食う刺身編それでもやってみなければわからないある日例の刺身師と き師と3人で実際に行くことになった刺身師は食うだけさばき師は文字通り山ちゃんが釣った魚をその場でさばくのが役目だ山ちゃんはどちらかというと釣るのが好きな人間で食うのは二の次だ場所はベルマーという町の海だ山ちゃんの家から片道70マイル1 1 0トルはある。 現場にに行く前に釣具屋で餌を買う。餌はカニフィドラークラブと呼ばれるマメガニである甲羅の大きさは大人の親指の爪くらいの大きさだ自分の親指の爪を見る「これより大きいな」と思った親指とはいえ足の親指くらいの大きさの甲羅であるいずれにせよ小さい。 針はそれ用の専用針がある。かなりのロングシャンクの針だ。つまり軸が長い。軸も太い。日本ではまずお目にかかれないサイズである。何でも濃いの海ズ針やマルセイゴ針を使い慣れている人には、これでマグロでも釣る気かと言われるかもしれないような針である。マグロは冗談としてもブリやカツオでも釣るのかと思われる針である。 これで黒大級の魚を釣るのだから、でかすぎると思う。針先は軸とほぼ平行に伸びている。内側にも外側にもそれていない。もっとも外側にそれているような針は使い物にはならないが、通常は針先は内側、軸側にそれているものだが、この針は全く軸と平行に針先が伸びている。 針の長さは約5センチメートルあるカニをマニュアル通りに針に刺して湯はジェティの底海底に振り込む途端にグーッという魚身。来た当たりやすぐ合わせる乗ったぞ」「引き味は悪くないぐんぐん巻く」とはいうもののジェティから背面までは 1m ほど。 海の深さは1.5メートルほどなので、リールのハンドルを15回ほど巻くだけで仕掛けは海面に出てくる。と同時に魚が見えた。やったと言いたい気分であった。が、なんだこりゃ。げげ、下道だ。予想をしていなかった下道が上がってきたのだった。その下道は歯がかなり出っ張っているのと、 歯並びが悪いのであのテレビによく出てくるサンマと同じだまさにあのサンマの葉そっくりに出っ張っているのであるでサンマと名がついた本名はバーガルというすぐにしかも簡単に釣れるので下道という次から次へと入れ食いでサンマが釣れるのである煮ても焼いても食えないサンマである あのテレビに出るやつもそううだろうか。どうでもよいことだが時たま小さいあたりがあり即合わせてもかからないことがある合わせ遅れだろうか餌は食われており針には何もついていないおかしいなタイミングは合っているはずだがと山ちゃんはこぼすほとんどの場合サンマが入れ食いで連れてくる 山ちゃんにとっては海釣りは初めてであるが当たりを合わせるのはお手のものであるその基本は川でも海でも同じだボケっとしていたのでは餌を食い逃げされるのである「よし今度は当たりがある前に合わしたら」と山ちゃんが言った「当たりが出る前に合わせたって釣れるはずがないが」 それくらいの意気込みと迅速機敏さを要求されるということなのだ「来た!」と叫ぶと同時に山ちゃんが合わせた「今度はかかったみたいだぞさっきのよりは重いし引きが違う」と山ちゃんが言った「さんまのあたりはビビビの美」という軽いあたりが連続的に続く巻き上げの時もそうである。 今度のはグググのグであり重量感が違った。見えた。ブラックだ。と山ちゃんが言った。それは紛れもないブラックフィッシュだった。サイズは13インチ、32.5センチくらいのマーマサイズだった。中、当時はそれでも良かったが現在は14インチ以下は放流することが義務付けられていた。 ブラックフィッシュとは言われるが釣り上げた直後でまだ生きている時は黒くないどちらかというと灰色だ魚体に黒い横縞模様が何本か走っている陸にあげられて死んでしまうとすぐ真っ黒に変身変色することからブラックフィッシュと呼ばれるやったー山ちゃんが言ったわけではない刺身とさばきが完成をあげたのだった 昔日本飯屋にいたことのある捌き師が持参の出馬包丁を取り出した。鱗を取り三枚におろし皮をひいて刺身にした。鮮やかな手捌きだった。と山ちゃんには見えた。わさびと醤油は言うまでもなく刺身師が持ってきていた。紙皿の上にその刺身が乗せられた。すぐパクつく刺身師。ばくばき師。 山ちゃんおいしいよよ食べなよ言われなくても食うよと言いたかったが「うん」と言った本当は家に持ち帰って家族に食わしてやりたい気もしたが当日の目的はまず連中に食わせることが先決だったあまり釣れない簡単に釣れないとは聞いていたがやっと1匹が釣れた 3人がジェティの上にしゃがみ込んで何やらしているのを見た白人近所の住人かどうかは知らないが近づいてくるのが見えた「おい人が来るぞ恥ずかしいから隠せよ」と山ちゃんが言った急いで風呂敷でまな板包丁紙皿の刺身等を覆った「How, you doing? How are you doing?」と言っているのだろうがそうは聞こえない決まり文句である 直訳懐かしい言葉だが直訳するなら「調子はどうですか?」に相当するが日本語なら指図で「どうも?」に相当するくらいの言葉である「ファイン」と答えて3人ともニタニタ笑っている日本人の癖であるただ意味もなく笑うのであるこのような場合は澄ました顔で「ファイン」と言えば用が足りるのであるが